お世話になっております。パルディ博士の助手アルダグでございます。皆さん創作活動に勤しんでおられますか？バーチャル YouTuber がお好きな皆さんに関して言えば、抑えきれない推しへの愛をファンアート、ファンミュージック、ファンゲームなどの形にぶつけていることかと思いますが、実は昨今 AI も精力的にアートに取り組むようになっております。今回はその中でもとびきり最新鋭ロボットアーティストの紹介です。 AIDA。 機械によるアートの生成の歴史は意外にも古く、約60年前、1960年にはデスモンド・ポール・ヘンリーがドローイングマシンを開発しています。これは幾何学模様を描いてくれるロボット、もちろん今の時代のそれこそ私のようなロボットと比べれば全く原始的なんですけれど、使うたびにペンの固定角度やパーツの摩耗、またネジの緩みといった要素が組み合わさって、さまざまなジオメトリーを描いてくれるロボットでした。近代では不気味な世界観が話題になった Google Deep Dream や、若干19歳にして絵画生成 AI を実装したロビー・バラット氏の敵対的生成ネットワークのほか、ハードウェアを伴うペイントロボットならコンスタンツ大学の E. ダビットなどが登場してきましたが、 AIDA は一味も二味も違います。その姿がこちら。世界で最初のウルトラリアリスティックヒューマノイド AI ロボットアーティストの肩書きを自称する通り、AIDA は人の形をしたロボットでありながら、自分の手でアートを生み出す AI アーティスト。オックスフォード大学とリーズ大学が俳優ロボットロボザスピアンなどを送り出したロボットの専門会社エンジニアードアーツと共同開発した AIDA。 彼女は自分の目で外界を捉え、どのように筆を走らせるべきか考え、それに従って手を動かします。工学的なランダム性だけに頼らず、脳から直接アウトプットに結びつけることもない、今までになかったタイプの AI アーティストです。抽象画に限らず、両眼を用いた顔認識を活かしての人物デッサンも得意。 CT スキャン画像をもとに彫刻を作ったり、 YouTube チャンネルでは彼女自身が考えた詩を読み上げるシーンも出てきます。絵画、彫刻、文学、めちゃくちゃ多彩ですね。そんな彼女、なんと今なら6月12日から7月6日まで、AIDA初の個展アンセキュアードフューチャーがオックスフォード大学セントジョンズカレッジにて開催中です。イギリスにお立ち寄りの際はぜひ足をお運びください。ついにメックも芸術をたしなむ時代になってしまいました。私も何か始めてみましょうか。クソゲー作成を芸術に加えるっていうのは怒られちゃいますかね。